なんだろう、めっちゃさ、このさ、背景の音どうやって言ったりっちゃう。え、嘘、え、3分ずれてる。この部屋の時計を信じすぎたみたいだ。この部屋の時計を信じすぎたみたいです。皆さん、フライングしました。だそうです。フライングゲットしちゃった。あ、Wii20 が出てきた。時計がずれている。なんだって、なんだって。フライングしたらしい。やっほー。あ、ほんとだ、こっちの時計は、そうだ、2個時計あって、なるほど。え、エリちゃん、なんだこれ。クマがなんか乗っている。ありがとうございます。タワーなの。ありがとう。フライングした、フライングカラオケ。え、でも私今日声出らんかも。さっき1曲歌ったら、あれ、あんま出ないと思って。あと悲しいことがあって、この機種ダムなので瞬間周到がない。たくやさん、ハートありがとう。そう、許可おりました。海賊たくん、かわいい、ありがとう。タワー、エビちゃん、タワー、ありがとうです。ありがとうございます。そう、春夏秋冬が悲しい。なんか機種はなんちゃらかんちゃらでいいですかって言われて、はいって言ったらなかった。やらかした。ピーン、ピエ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 ンですよ。ほんとライトつけよう。やばい、なんか白すぎ、なんかここ白すぎ、どうしよう。あと熱い。セットリスト決めてないんです。もうね、何も決めてないけんやばいと思うですけど、確認って大事、ごめんなさい、確認不足です。 PM インテルサンバラ、ありがとう。エビちゃん、一旦名前、お顔見に来た、ヤッホー。中身ちゃんでもそういうポカポカ違うんですよ、フライング違う、もう時計がずれてた、もうやだ、悲しい、やだ。頑張ろう。ヤジウマさん、ハートありがとう。はあ、頑張ります。頑張ります。声が出ないかもしれないんですけども、うっかりみほりん。そう、時計が違う、もう私この時計がずれてること知らなかった。もう遅いよりはいいか、早い方が。遅いより早い方がいいよね。オムラッコもいる。え、待って、それさ、何そのアバター、何、オムラッコじゃん。どういうこと、アバターができたんですか。え、すごい、何ですか。まあでも髪下ろしでもよかったな、なんか迷ってきた今頃。いいか。やっほー、村っ子のアバターとかあんの、すごい、知らんかった、すご。そう、カラオケに来ました。初めて来てちょっと最初からやらかしています。時間を間違える、春夏秋冬がない機種にしちゃう、しちゃうっていうか、それしかなかったんだよね。だからね、悲しいね。村っ子アバターできたんや、知らんかった、すごい、ありがとうございます。誰がどこでな、どういうこと、誰が、ありがとう、すごい。まあでも髪下ろしでもよかったかなって今頃思ってきたけど、最後にいいか。というわけで
どうしようかな。もう行きますか。人から、いや人から1回だけ行ったことある、楽器の練習この間で行ったことあるけど、いつもは友達かママと行ってましたね、カラオケ。トムくんハートありがとう。え、誰が作ったんですかそのアバター、すごい。誰、ありがとう、お餅持ってるし。誰、ありがとう。みんな歌います、歌います。これこの後ろに流れてるのっていいのかな、流れててなんか不安になって早く歌わないとかなと思って焦っている今なんですけど。ちゃんとあったかくしてきた、来ました。俺もカラオケ来て、じゃあ代わりに楽しんでおきます。というわけで、でもね、春夏秋冬ないのが悪すぎる。さっき機械で1曲だけ歌って練習でしたら、え、春夏秋冬ないよ、え、どういうことってなって、どういうことってなりました。悲しいです、私はとても悲しいです。エコーとか調整、なんかその調整は分かんないから、初期設定のまま歌った、さっきからやってみる、やってみるやってみるよ、ピピー。まずはでもやっぱこれじゃないって思う。セプト公演でも1曲目にあった、これが良くないって思うんだよね。でもジョイサウンドじゃないからもう賞味あんまり変わんない、あのショールームのカラオケと。そう、やっぱ最初は STU なので、これをいきますかね。え、これ大丈夫かな、音を聞きかな。さっき一人では歌ったんですけど、行ってみます、やってみます楽しい。あ、待って、歌詞見にくい、このI'm not afraid to die.
やったー、ありがとうございます。 11.8 キロカロリー消費。やったー、ありがとうございます。ね、エコーすごい。音量大丈夫だったかな、なんかお水飲もう。なんか大丈夫そうな雰囲気でしたけど、音量うまくなっとる。本当にありがとう。もうめっちゃ暑い暑い、さっきまで寒かったのに暑い。頬がピンクくなりますね。本当にええ感じ、よかった。消費カロリーが出てる。なんかカラオケって消費カロリーね。でもあれ歌って踊ってのあれなんかな、か分からんけど。歌歌わないと喉の筋力が筋肉が衰えるんだって。わおわお。次何歌おう、みんな何がいい。なんかリクエストやしてくれてる方もいて、そうどれにしようか迷いますが。でもさすがにやっぱ外なんでね、めっちゃ遅くまでとかできないんですけどね。カラオケダイエットですね。そう、動いたら消費カロリー上がるんじゃね。舞台経験して歌も上手くなってる。本当にありがとうございます、嬉しい。欅坂道も OK。 12秒、あいいね。え、私さ本当に悲しいんですよ。ダム、え、でもこの間入ったダムは春夏秋冬あった気がしたのに気のせいだったんか。あれはすみません、 STU で見てみるね。 STU もう一曲くらい歌う。ペダル原点、原点めっちゃ歌いたいのにさ、あの絶対ないよね。ダム、ダムさん、あダムでも機種でラインナップ違う、そういうことか。じゃこの間の人からの時は春夏秋冬がある系のダムだったのかも。今日は内系のダム、内系のダムなのかもしれない。悲しい、カラオケ行ってなすぎて種類が全然わからんの。呼んだ呼んだ、確かに呼んだ。もうね難しいね、カラオケさあんま行かないからさ、なんか本当にわかんなくて、今日は内系のダムだったから。そう、春夏秋冬内系のダム、原点も内系のダムなんで。じゃあ、私いつもペダルカラオケ配信の時に歌わないんですけど挑戦してみるねここにいたら何でも、いや挑戦してみるね。でも声出ない多分ペダルはああれでいこう、セルアミの。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして、背中を押してよ。ペダルこいで回った車輪の部分だけ夢に近づけばいい。時は乱れて汗が溢れ出す急な坂道を続いてる。もっともっと先へ、弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただがむしゃらに言いたことは出ないなり、目指してるゴールはいくつも谷と山も越えないのだろう。ペダルと
太陽は沈み星が輝いて明日はその道を照らすよ次は生きることはペダルを踏み続けること誰も苦しいものだ自分のためだと答えは出ているどんな道のりも人生だペダルこいで回ったジャーニーの分だけ夢に僕は乱れて汗が溢れ出す急な坂道は続いてるもっともっと先へ歌ったかをみんなの前で頑張ったやだ楽しいよかったペダル出るか分かんなくて高音がそう歌えましたよかったですありがとうございますあすごいあの香水が流れてる頑張ったイエーイめっちゃ声高いですよねでもいい曲だから歌いたいけどすごくうまいかわいいありがとうそうフルで歌ったことなくないですかいつもライブ用のやつとかを岩壁とかあの公演とかでもフルで歌うの初めてだった裏返るかめっちゃ不安だった声がめっちゃ頑張ったイエーイありがとうございます他にじゃあこっから他の48さんとかも歌ってみるでもこれさあのさあのこのスマホのせいで歌詞がさ見えづらいんだちょっとだからスマホをちょっと低くするねあ低くしてもギリ入るねペダルもみほりも好きありがとう嬉しい湧いたバズったピエンからのキュンデス特集って書いてあるそうセルアミでは一番売れてる人のはずそんなはずがそんなちょっとホットの飲み物も飲むね。12秒好き。私も好き12秒。これさ周りの人声聞こえとったら私一人で入っていたくせにこの部屋にめっちゃ一人で喋る人やんみたいな感じするよね。これ椅子こっちにしようかな。こっちででこれでこうしようかでこうしようかな大好きな人歌いたい今日も聞きたいオッケーほらどうあちょっとまだ低いほなんか遠いか僕の太陽公演あ、確かに僕隊の曲が歌える僕隊の曲が歌えますそしてこの角度だったらこうだったらんこっちかななんかどうにかしたらあ見てカラオケイエーイこれ一応書いてたの忘れてたでえ、どうしようかな夢力も内傾のダム内傾のダムな気がするだから悲しい私はとっても全然見えないわーなつさんだるまありがとうじゃあそうですね
普段ない曲からいきましょう。確かにそうしよう。あ、かわいいアイドルさん、そ、何気に書いてるどうしよっかな。じゃあどうしよっかな。待って、僕隊の曲いいですね。僕隊の曲どれが聴きたい。僕隊の曲難しいけどね、全部結構。あ、桜坂46です。僕恋公演曲は訴えないけど、あんまレイヌーン、やばい、面白い面白い。レイヌーン一人でやるのめっちゃ恥ずかしいね。どうしようかな。未来の数、ラン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 、ないよね、ショールームのカラオケ。なんでないのって思うよね。ラ、あるかな、さすがにあるよね。ランランランあるよね、信じてるよダムさん、信じてるよダムさん、信じてるよって思ったけど、あった、よかったよかったよかった。ひまわり、私が歌うひまわり、あー、ちょっと後で挑戦してみる。じゃあ僕隊といえばって思う、結構思い浮かばる。ランランラン行ってみます。よっ、いけるよね。あ、自分以外のパート歌えるかな。僕隊で自分のパートは分かるけど、
つですね。イエーイ、ありがとうございます。でもこれはもうここ最近ねレッスンしてるので、まあまあまあ栗がちょっとずつ戻ってきている。よいしょ、これここに置くの頭良くない？ああ、無理でした。はい、以上です。腕振りありがとう、ニューニュー、ありがとうございます。何カロリー消費、見てなかった、やばい。絶対でもさっきのより多いよね、暗闇より多そうじゃない。最高でした、ありがとうございます。ツンツンツン、パチパチ、ありがとう。つい外で振りコピおじさん。おもろい、うまいねって、君も歌うまいから。ちょっと中身ちゃんのカラオケは筋トレがはかどります。お、じゃあどんどんはかどらせるためにもっと歌いたいと思います。これここがあい、めっちゃ開いてる。によにお止まらん、によにお。なんか高いところも伸びやか、なんか家で歌うよりやっぱりなんか周りを気にせず歌えるから、なんか高い音を出そうっていう気持ちになれる。次何歌いますか、何にしようかな。なんか他のユニットの曲もいいよね、そのジュリエットとかしか歌ってないからさ、いつも、しかもまあ、あのショールームでは歌ってないけどさ、からね。てかさっきアンナちゃんの配信もチラ見して、二つ結びもいいなって思ったんですよね。悪気、絶対歌えないな、めっちゃ顔が熱い。うんうんうん、耳に落ちるなら耳に落ちる。じゃああと 2曲ぐらい僕体系の曲を歌って、あ、さっきねひまわり、ひまわり私歌えるんかな、ちょっとやってみる。え、私ひまわりさ、いつも裏で着替えてる時に聴いてたからさ、あんまり自分が歌えるのかどうかわかんないんですけど、やってみますか。やってみましょうか。あ、ちょっと待って、消えた。ひひひひひ、赤さたなはひまわり。あ、めっちゃごじってる。ひままわりり、あるかな、ひまわり。ほっぺ赤いのより可愛すぎてキュン、恥ずかしいですね。ちょっとどこにあるかな、え、あるかな、あってほしいけど、あるかな、あるかな。ちょっとね、かひらがなのひまわりがすごい出てくる。ひまわりって曲多すぎて、あ、来た、あった、チャレンジ、チャレンジですね。え、歌えるかわかんない、歌えるかな。わかんないです、いつも自分が着替えてる時に後ろで流れてる。やってみよう。アルケーノダム、え、なんか振りもあるよね、なんだっけ、伸ばしているんだ。もう
めっちゃサーヤンが可愛い。てかみんな同じだけど振り。歌詞ごまかした。なんだっけこれ。スマホによって見えないっていう、もう画面の真正面にスマホちゃんがいるっていう事態なんですが、ありがとうございます。なんかミラーボールとかありがとうございます皆さん。あ、 CM が流れ始める。次何歌おう。ロンリーボーイさんオープンありがとう。泉ちゃんおーだるまありがとう。オレリーさんもオープンありがとう。庄司さんもありがとう。エビちゃん、セリナさん、ネテルさんありがとう。ええやんマジ。パチパチパチ。まあ、まだなんかひまわりはなんかもう自分もちょっと着替えが落ち着いて聞いてるからすごいわかるんだけど、愛しさのディフェンスらへんとかはまだあの終わって慌ただしくしてるからあんま落ち着いてないけどね。そう、ケンパさんもありがとう。ヨリンは、そうありがとう。夏の花はひまわりだけじゃない、そのひまわりもちゃうか。いけるんかな。前ねなんか数回チャレンジしたことあるけどね。あ、頬がピンクピンク。何にしましょうか。僕はやや時、あーマックス、あそれもいい。確かに時って今言ってる人が2人もいるからいっちゃう。いけるかな。水飲もう。でもお水飲みすぎてもねお腹パンパンになって飲みに歌いにくくなるかもしれない。マックス、トキ、ふなっちさんありがとう。ディフェンス歌えない。一回水飲もう。日暮らし、あ、日暮らしも後でやってみたい。やってみよう。マックス声出るかわかんないけどやってみます。行ってみます。じゃあ日暮らし次歌える。ちょっと隣の方の声が聞こえる。ごめんなさいね。結構声高いんですよね。だから頑張る。あ、お水あります。美しい夜の街、希望が
大事故が起きたけど、そんなことは気にせず水を飲みます。くまねパパさんありがとう、かんちゃんもありがとう。なにこれ初めて見たギフト、ありがとう。パチパチみんな、シングショールームさんハートありがとう。めっちゃ CM が流れる。へえ、ドラえもんの歌なんだ。かんちゃん馬ありがとう。あ、でさっきあれ歌おうって言ったね、歌えるかわからんけど、また僕隊に戻るっていう。一旦48グループいっぱい歌って、と時間があれば、まあ、配信、まあ、2時間はできるかもしれないので。初見さんいらっしゃい。さっき日暮らしの声あるかな、日暮らしの声恋を言われたので、あっちごじっちゃう、めっちゃよいしょマイクオンになっとる。こういう時に歌う時にオフにしちゃってるっていうのはあるから、日暮らしの声も挑戦してみるかね。え、どんなんだったっけ。トロタン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 、一人で歌うのやばいね。おもろいけどやってみます。これだよね多分。やってみます。自分がいつもやってないユニットを歌えるから楽しい。Go!
布ありがとう。シャッフル、え、でも私シャッフルあったらひまわりか日暮らしの恋っていうかも、やりたいですっていうかも。さっき歌った2曲たちかな。でも熱い、カラオケ来ると熱い。ありがとうございます。なんか私は結構お母さんが歌う世代の曲とかが得意なんで、なんかローテンポな曲が得意なのかもしれないって思い出し始めた。めっちゃ合ってた、ありがとう。かなかなかなありがとうございます。でも顔が赤い、赤いんだ。あ、もうフライングっていうことはわからないから、カラオケ本物のカラオケって書いてこ。よいしょ、次何歌おうか。本当に上手、ありがとうございます。皆さん歌謡曲似合うかも。そう、私多分そうなんだよ。え、これ配信終わってもだって私なんか一人で歌謡曲歌ってそう。異邦人に似てた。お、あ、池田ちゃんが歌ってたやつかね、もしかして。太陽を見上げる人は最初のところが歌えない。誰かに何かを言わねみたいな、ここからなな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 なってところが分かんないけど。チーム四国推し、お、でもさ、あれさ、私さフルで分かんないんだよね。あの、あれワンハーフだったら分かるんだけど、青空が違う。あ、歌いたい、後で。あ、ロマンティックでも歌いたい。うわ、どうしよう、どうしようかな。一旦坂にも行く、どこ行こう、何しようかな、何歌おうかな、迷う。あ、じゃあ僕の太陽は最後らへん取っとくね。ビンゴとか僕の太陽とかは最後取っとって、おもこいもまだ取っとくで、全部行こう。そう、全部行こうか。でも次何歌うか迷っちゃうな。僕恋曲はね、うん、難しいよね。あっくんハートありがとう。日向ね、日向さんも欅さんも乃木さんも。ちょっと待って、唇パサパサだからちょっとなんか塗りますね。その間にコメントを見つめておきます。なんか歌ってほしい曲があれば書いてくれれば。歌えるやつが少ないんですけど。あざとかわいい、あるんかな。でも私歌えんわ、あれだわ、なんかサビしかわからん。あざとかわいいしかわかんない。え、道具かけは聞こえないふりって、うん、そうだよね。でもね、どうしようかな。ナンバから一曲、あ、黒髪少女。いや、でも歌えんかな、2番がわからんか。ナンバさんはね、どうしようかな、どうしようかな。あっつやばい、顔がピンクピンク。カラオケってことは坂道と48以外も、いや、それはわかんない。いいんかな、え、ダメかな、わかんない。あそこ聞くの忘れちゃった。ダメそうじゃない。うんうんうん、黒髪挑戦。いつも先輩方が歌ってるから、あのあれで岸壁とかで、だから裏では聞いてるんやけど、あの細かいとこが分かんない。分かんなかったらここはでも切れるんだわ。一番できるとかができるじゃん、すぐにだからいいんじゃね、いいんじゃねって。絶絶めつ、ちょっとこの機械使うのは私難しい。あ、ですよね、カラオケ配信何時までやろうかと思ってて、私6時からやった気持ちが、あの5時57分から始まってたんですけど、なんですけど、まあ一応6時から始めたっていう計算にして、まあ長くても8時かなって感じですね。なので、そうそう、挑戦してみよう、時間あるし、時間あるし、ん、曲あるしちょっとむずい、ワンコーラスかなこれは。あ、本人映像、あ、ちょっとマイク入ってた。
さんがやってるじゃないですか。めっちゃそれ好きでずっと裏で見てたから、ちょっと頑張って後で歌ってみようかな。一人で歌えるのかなあれって。あ、でも日暮らしも一人で歌ったか。いけるんかな。とにかく次はこれ。ともちさんギフトありがとう。ちょっとマイク入ってたよ。あ、これも本人映像だ。冬なのに夏を歌います。もうこんな寒い冬を暑くしましょう。なんか言ってる。太陽は教えてくれ
数字ありがとうございます。ちょっとあと目が乾燥してきたので目薬をします。ちょっとドライアイなものでセルアミも目力を出すためにまばたきを減らしてたら目薬がめちゃくちゃ減りました。次何にしようかな、何がいいですか。そろそろ46さんも歌えますか。あ、博多、確かに博多歌ってない。博多さんの曲は結構私たちピンマイカーで私2曲もやってるし、何がいいかな。だいぶ出遅れてしまった、いらっしゃい、大丈夫ですよ、まだあるから時間。どうしようかな、本名呼ばれたわ。博多ね、12秒やっぱ12秒いいよね。行こうかな。まだ48さんしか歌ってないです。12秒もいいな。ロマンティック病はいつも歌えないんだけどね、あのショールームのカラオケでは。それもいいなと。2曲歌う。12秒はね、ピンマイカーでユリナと、まさかの仲良しなユリニャとダブルセンターなので、すごくね好きな曲なんですよ。だから歌うか。だから歌うか、さっさと歌おう。あ、待って消しちゃった。12秒、何曲か入れようかな。え、なんでこれ12って消えちゃうの。12、あれ数字にしたらん、あれになったら消えちゃうのか。12、ポチッとな、ね、何曲か入れてた方がいいよね絶対。どこにあるかな、どこにあるかな、あった。でもまあ後で入れよ。次ぐらいからじゃああれいくか。T6 何がいいかな。
ん、かわいい、ありがとう。船津さん、おかありがとう。乗り切った。めっちゃ低いとこ低いよね、高いとこ高いよね、難しいよね。こんな感じで難しいですが楽しんで頑張りました。今6666人が見てくれてる、ありがとうございます。はい、というわけで次何歌おうか。もう7時過ぎたんですね、早い。わー、みんな見てくれてありがとう。もう1時間は見てくれてることになりますね、ありがとうございます。何歌おうか。あくんハートありがとう。そう、ゆりなと私がイチャイチャする曲ですね、こちらは。何歌おうかな。隠れといけないな。最近動物警報もいけない、いけなさそうな気がするし。水野も延長の電話来ないです、大丈夫です。サイマジョ、欅坂さんね、欅坂さん何がいいかね。いつもカラオケでも歌えてるもんね。まだ風待ってないよ、後で待つよ。もう風は待った。面白い。シェイカらしく、シェイシェイシェイカシェイカ、チャンチャラチャン。そう、フリーなので警報鳴らないな。ちょっと鳴らせるか分かんないんだよね。いけるかな。どうしようかな。じゃあ一旦、うん、どうしようかな。お、どうしようかな。ギルバト今日はちょっと夜は休みします。ギルバトもうイベント終わったのにね、まだやってるもんね、ギルバト。ツッ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 ツ、それはずるいよ、ずるいね。おい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 、どうしようかな。あ、じゃあとりあえずどうしようかな。朝5時まで配信ダメですよ、10時に切れるので。表面張力やば、難しい。キリキリ絶対むずい。早く歌わんと手遅れになっちゃう。それの、ちょっと頑張らない、手遅れ。おい、道具くんを歌を探せようとしてるだろう、やめなさい。どうしようかな。でもまあ挑戦も大事だけどね。どうしようかな。早く歌わないと手遅れになっちゃう。じゃあ手遅れで遊んでみるか。あるのかな。ありそう、あったわ。え、でも行けても1番じゃないかな、私は。多分2番わかんないですよね、多分。で見る、次に桜坂さんとか乃木坂さんとかもあれば、コメントであれば教えてください。絶対ね、これね、声私出ないんですよ。頑張ります。
ありがとうございます。高い、いや、自分、昔の自分よりは頑張ったか難しい、これマジやばいね。水飲みます。伸びしろですね。ありがとうございます。愛してる。あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。この曲はやっぱ難しいですね。いや、これ難しいですね。みちさんのあそこめっちゃ好きだもん。みちさんマジすごい、本当に今までで一番良かった。本当に顔めっちゃ赤いけどチークできた。ああ、行っちゃった。もう見ちゃいましたからね。やばい、でもこれで喉がめっちゃやられてる気がする。次何歌おう。優しめの曲がいいかな僕声公演いつか出たい。全然いけてた。お、ありがとうございます。ありがとうございます。でもなんかエコーに助けられてると思う、多分カラオケのエコーさん、ありがとうって思います。はい、間に合った、間に合ったよ。今慟哭警報鳴らしましたね、みちさんは化け物です。本当にもう天才すぎるので見習いますいいお手本が近くにいて嬉しいです。いや、でもイコラブさんはこれしか分かんないんですよね、曲。そうそう、お手もやんになってる。本当よ、いやー、顔がピンクになっちゃった。いや、次15人だから1人空いてる。違うから、無理だから何を。そう、アルケーノダム、次何歌おうかな。クールしか見れないの、どうしよう。次坂道系いけますかね。何がいいかな、なんか優しめの。船津さんかわいい、ありがとう。うちのおくるげが夏の花、優しくないよねそれ。難易度高いよね夏の花。でもエコーで助けられるかもしれん、もしかしたら。このこんな初っ端にそれを歌うっていうことをやってみますか。え、でも声出ないか、声出ないか。後で歌おう、後で歌おう。優しめの曲歌おう。またいつかしてね。うん、するよ。そう、これイコラブさんでした。4期生ライブあった。じゃああれにするか。4期生ってあれですよね、乃木坂さんですよね。そしたらこれ1番だけしか歌えないかもしれないけど行ってみよう。4期生さんといえばお、予想ついてる人がいる。もうマイクオンにしちゃった。うわ、かわいい映像が、ハート。頑張ろう行ってみよう。お仕事頑張れ。
何だってできそうな気がする。空に愛情の雲行き、もう少しで手が届きそう。早く気がつけばよかった、自分を見失ってたんだ。駆け引きなんかいらない、カッコつけてどうする。なおささんが踊ってて好きになった曲ですね、これは。ヨレピさん、ありがとうございます。ありがとうございます。新しいギフト、ありがとう。え、これタワー。もうね、ギフトとタワーの見分けついてないけど、グッジョブでした。ありがとう、みちさんのおかげで覚えられた曲。タワー揃えといたで。ありがとうございます。ちょっと待ってね、名前だけね、ひとまずね、みんな書いてるから待ってて。お礼は後でか明日かするので、今エビちゃんとナンさんとヨネピさん書いておいた。ありがとう、ナギちゃんのハートありがとう。僕にとってはミホリンが歌ってて好きになった曲。嬉しい、ありがとうございます。次何の曲に行こうかな。乃木坂さん行ったから日向坂さんか欅坂さん行こうか。ねえ、タワーコンプありがとうございます。ありがとう、なぎちゃんおハートいっぱいありがとう。あ、ほんとだ、今1位の方。確かにさっき同国警報鳴らしてる時にめちゃくちゃ音符が見えたから、オオカミさん、オオカミさん変えちゃいます。形の見えないタワーも変えちゃいます。青空が違う、キュン。あ、どっちから行こう、欅と欅さんと日向さん、どっちから行こうかな。あ、青春の馬も歌いたい。あれめっちゃ好きなんだよね、個人的に。めっちゃ好き。じゃ好きな歌を歌いながら次に何を歌おうか考えながら歌うね。だから青春の馬入れよう。せいしゆ青春、うん、あるかな。ううま、あるかも、あった。じゃあ次、じゃあ次ね、歌う欅さんの曲を。なんか初めまして、椅子には何て書かれて、椅子はこれです。ショールームフォロワー1万5000人ありがとうございます。カラオケ配信です。イイですですね。どうなって見てるか、何も語らずに、こんな暗い坂道さえ全力で走ってく。
とはどうやって見つけるんだ。この道進んで行けばいいと誰も言わない。何度も間違えて結局遠回りして、疲れた体が何かを覚えてくはず。なくしちゃ意味ない、汗かくしかない。乱れた呼吸が情熱の証。不器用なくらいがむしゃらに、結構後半は声高いんですね。歌い出して気づくっていう。お水飲もう。不協和音歌えるのかな。歌えるか。また顔が赤いね。やば。イモース見て気になってきちゃいました。え、ありがとうございます。今日はフォロワーさん1万5000人記念でカラオケ、本物のカラオケに来てカラオケしてます。イエイ。本当に上手に歌えてた。ありがとう。たくちゃんありがとう。波打ち際、ああ波打ち際ってどんなやったっけ。最初あれなんかね、難しいよね。何やったっけな。 STU の曲を最初にめっちゃ歌ったので、後で後半で歌う予定です。待っててください。ナチュラルチークになってる。素敵ですか。ありがとうございます。じゃんじゃんじゃんじゃじゃん。何歌おうかな。血色良くてよき。お、よき。夏の花行ってみるか。出るかな声。エコーに頼りますね。夏の花はやってみよう。あ、ちょうどタイムリーしかも。一瞬、一瞬じゃないわ。一旦46を今歌っていて、また ST に戻ってオクタイブも戻れたら。夏の花はひまわりだけじゃない。入れてみました。
これ難しいんですよ、出ない声。あれから恋だってしたけど、他の彼なんか覚えてない。あなたと過ごした奮闘しました。奮闘しました。ロイさん、拍手ありがとう。全米が泣いた、ありがとうございます。でもやっぱこれはね、めっちゃ練習しないと高い声が出ない曲ですよね。難しいね。ありがとう、リクエストしてくれて。だって結構もう7時半になるんですね。もう1時間半してる。1時間半以上してるんですね。びっくり。びっくりって感じで。だからもうそろそろまた 48STU に戻っていかねばと思っているいますがね。いや難しい、めっちゃ本当うまいね。うさぎさんありがとう、よかった。また素敵
敵な曲に出会えた、よかった。私の3個目ぐらいだと思ったら1個上で、そう、私高校3年生です。やっほー、皆さんありがとうございます。今日初見の方も多分いると思うので、 STU48 2期研究生の福岡県出身、みほりんこと田中美穂です。よろしくお願いします。はい、ラストスパートに入っていきます。というわけで、じゃあ STU に戻っていきますか。ね、おもこいがせっかくあるから、おもこい、やっぱおもこいめっちゃ高いんですけどね、そもそもおもこいも。ですけど頑張ります。風を待つ、まだ歌ってない。先に風を待つ、待とうか、どうしようか、どっちから行こうかな。大好きな人もまだ歌ってないよ。どっちか行こうかな、どっち、あ、にしようかな。天の神様に言う歌を入れるんじゃ、あ、でもどっちも入れればいいんだ。どっちも入れるので、とりあえず先にこっちを入れて、次にこっちを入れます。連続で次は来ます。Oh,
よ。ありがとう。12.5kcal 消費。お水を飲んで次の風を、ま、待ちましょう。さすがに声が若干出にくいかもしれない。しか消費してない。なんだって。じゃあ次、これでもやっぱ歌っときたいから、新曲は声が出るかわかんないけどやってみます。ちょっとホットなやつ飲もうかな。もうホットじゃない。よいしょ。
ね、やっぱ行くしかなくない、ほ新曲はやばい、ちょっと喉やばいかもしれんけどどんなにどんなにどんなに出るかなどんなに遠くから遠くからでも行くしかない、行くぞ。一期生さんバージョン、どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう、もう違う空も見上げていたって、忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら臆病は自分の性格、君
ハートありハートじゃないだるまありがとう。カニカマさんハートありがとう。いややっぱり重声もねこの2時間歌った喉にはきついものがありましたが、ではもうね時間が近づいてきてしまっているのでこれくらいで歌は終わりにしたいと思います。皆さん来てくれてありがとうございます。そしてねこれは本来はそう1万5000人記念突破をん記念突破じゃない突破記念を祝うものでしたのでありがとうございます。皆さんいつもショールーム見てくれてフォローしてくれて見てくれてありがとうございます。1万5000人の方、そして今日の配信も1万345人ありがとうございます。見てくれてという感じで、やっぱりカラオケ来るとしかも一人でずっと歌えるからあれですね、いろんな曲歌えるけど時間意外と過ぎるのあっという間で、もう最後の曲でした。ありがとうございました。新曲もぜひたくさん聴いてください。というわけで、ではでは、あ、じゃあタワーのお礼だけして最後にその後にランキング読んで終わろうと思います。大好きありがとう。こちらこそ。ちょっと46さんの曲は各グループ1曲ずつしか歌えなかったですが、皆さん楽しんでくれたかな。感じでこれこの BGM でいいんかな消せんのかな、わからんの。いやありがとうございます。構成バッチリ本当にありがとうございます。いやありがとう。じゃあありがたわを書いて終わろうと思います。急な小声で言ってた。カラオケ楽しめた。なぎちゃんバラありがとう。楽しかったですか。ありがとう。いつもうん、楽しかったですか皆さん。15,054、え待ってこの間、えなんか増えた、嬉しい。2002、待って今日は12月6日3人変えて、ナンユミリンがショールームやっとる裏で、あそうなんですね、すごいありがとうございます。僕の太陽公園の曲もねちょっとしか歌えなかったから絶対僕隊をお楽しみに。11日の箱取りすぎた腹筋500回、ありがとうございます。ありがとう。あっちっち歌いすぎてもう顔が真っ赤っかですが、みんな楽しめた、ありがとう本当に。うんと、ネテルさんありがとう。自分はナーユミホリンになっとるありがとうございます、見てくれて。やばいこれ日付がギリギリに入っちゃう。ありがとうございます。途中から見てくれた方も最初から見てくれてる方、最初からの方やばい、2時間拘束している、ありがとう。好きになってもいいですか、どうぞ。ほっぺたが明太子、それは間違いない。私も、あ、私がか、よいしょ、ありがとうです。あ、すごい美声が聞こえちゃう。ギルドバトルも勝ちました、あ、ありがとうございます。こんばんは無音、こんばんは。僕の太陽 BGM いいね、僕の太陽、僕の
僕の太陽で、BGM を下げる。2時間腹筋やば。サイドポニー良きですか？ありがとう。ララ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 。え、タワー？え、待って、イノケンさんありがとう。ちょっと待ってよ。君は今、あ、しかも本人映像だ。めっちゃ上がってる今。ありがとうございます。じゃあ井上さんありがとうございます。あ、でもお仕事行くんだ。じゃあお礼は明日見せよう。じゃあ他の方はいらっしゃるので見せよう。エンディングっぽいですね。ライブの最後の MC、 確かに皆さん本当に今日はありがとうございましたって言って時に流れてる曲だね。いつも書けた。泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が咲かす愛しさが目印さ。チャカチャンチャカチャン。ではタワーナンさん、ナンさんからありがとうございました。ありがとうです。なんて、ふ、イエイ、ありがとうございます。ありがとう。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうございます。歌が素敵、ありがとう。今来ました。あれ、惜しい。そして次、ヨネピさんありがとうです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじぎ。どうしましょう。まずその前に1ページ戻って、エビちゃんありがとうです。ありがとう。イエイ。ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじぎ。タウンシタワー、みんなタウンシタワーか。そして最後、あの音符タワーなんですけど、オオカミさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうございます。というわけで皆さん、ちょっと長丁場になってしまったのですが、今日は見てくれてありがとうございました。また今度歌う時もぜひお楽しみ。その前に12月11日はこの流れている僕の太陽公演あるので、ぜひ見てください。というわけで最後にランキングを読んでいきたいと思います。そう、バレてましたよ。では22位のみほりん賞からいきます。22位はリーズさん、そして13位、かんちゃん、12位くまねパパ@現在48グループ全体でショールームのフォロワー数105位、おお、ありがとうございます。11位、寝てるアット、歌すごく上手になってるさん、ありがとう。セルアミでちょっと成長したかな。10位、あんみつアート、田中美穂、お嬢様推しさん。9位、庄司さん。8位、なぎちゃん。7位、オレリーさん。よいしょ。6位、ふなっちゃんアット、中美ちゃん、楽しい楽しい時間をありがとう、スキーさん、ありがとう。5位、イノケンさん。
4位ナンさん&僕の大好きな人は田中美穂ちゃんですさん、大好きありがとう。3位エビちゃん、2位ヨネピアとカラオケありがとう楽しかったさん、そして1位はドゥルルドゥン狼さんでした、ありがとうございます。ギリギリ僕の太陽が終わる頃に終われた、よっしゃ。というわけでありがとうございます皆さん。というわけでバイバーイ。最後にじゃんけんしております、忘れました。最初はグッじゃんけんチョキ、ありがとう、じゃあね。僕隊が流れ始めるけどバイバーイ。